ジョバンニバッティスタ・サンマルティーニ、ジョバンニバッティスタ・サンマルティーニは、イタリアの全古典派音楽の作曲家で、オルガニスト、学長、教師。現代では、器楽曲が重視されているが、最初期においては、宗教音楽の作曲家であった。グルックの恩師と言われ、ヨハン・クリスティアン・バッハに影響を与えたことでも知られる。非常な多作家で、大量の歌劇と、七十曲を超える。 公共曲のほか数多くの競争曲や室内楽曲を残した。とりわけその公共曲は、短いオペラのシンフォニアから、重々しい序曲と主題の展開を特徴とする、ウィーン古典派の公共曲へと変化していく、時期の始まりを予告している。死後休息に忘れ去られた上、作品の多くが散逸したため、再評価は20世紀に入ってからであった。現在も、 楽譜の発見など研究が進められている。頭文字が共通するために同じように多作家だったアニジュゼッペとしばしば混同されている。下記のジェンキンズとチャージンはイタリア音楽研究家であり、サンマルティーニ兄弟のほか、ビバルディやパイジェッロ、ボッケリーニの作品を整理し、肯定している。ジョバンにサンマルティニ作品に添えられる学術的整理番号、JC は、 この両者の頭文字にちなんでいる。ありがとうございます。